聖衣剥奪はエル・グレコによる絵画作品。トレド大聖堂の祭壇画で1579年に完成した。本作はトレド大聖堂の聖具室に展示されている。トレドのカテドラルでの展示の様子1577年、グレコはトレド大聖堂の祭具室の祭壇画を依頼された。ローマ時代グレコの親友であったルイス・デ・カスティーリャの父親である、 ディエゴデカスティーリアが当時聖堂の司祭長の職にあったため実現したと言われる。本作は1579年6月に完成した。本作の主題はマルコによる福音書の16行から19行にわたって記されているカルバリオの丘でのシーンが描かれている。聖意剥奪の主題は当時極めて珍しいものであった。口述の問題視されたポイントは2つある。 一つ目は、画面左下に描かれた聖母、マリア、マグダラのマリア、シ小ヤコブの母の存在である。彼女たちに関する聖書の記述はなく、それゆえに、グレコのこの解釈は、異端的と考えられることとなった。この描写は13世紀のフランシスコ会史であった、聖母ナベントラの著作である、キリスト受難に関する考察を転居にしたと考えられている。平面的で、 上下方向に積み上げていく傾向はマニエリスムに見られる傾向であり、当時斬新だったがゆえに批判されたと考えられている。この統一的な視点のない空間はビザンティンの影響が指摘されている。それ以外にも視点移動を伴う動的空間やバロックの先取りと見られるダイナミックな身体表現などが本作では表現されている。また、 傷一つないキリストの誠意が次の瞬間に、兵士たちの手によって引き裂かれるまでの一瞬を通じて、空間の緊張感を視覚的な表現に転換している。画面構成は、独創的であったが、それゆえに注文主であった、大聖堂三次会側から避難の声が上がった。この結果、当初グレコが要求した額から、大幅に報酬が減額された。二点目として、キリストを取り巻く、 群衆の頭がそのキリストよりも上に描かれていることも批判の対象とされた。松井の調査によると当時大制度は美術家に対する査定制度におけるアドバンテージ、査定学に関する監修的な算定方式、造営主任による作品の監督や構図に対する認可の三点をもって事実上表現の統制を行うだけの力があったとされる。グレコは訴訟を起こし、 敗訴、はい、すると、作品の引き渡しをガンとして拒否。結局、訴訟調停約のアルホデモントウヤによる評価もあり、グレコは大聖堂側が払おうとしたよりもやや高い金額を受け取った。トレドで制作を続けたグレコはその後もしばしば報酬のことで注文しと争った。イコールイコール。ありがとうございます。